ハインツフライは、スイスの車椅子陸上競技選手、パラサイクリング選手、クロスカントリースキー選手。特に車椅子陸上競技での長い経歴で知られ、ロンドンマラソンでは3度優勝しており、2003年に45歳で参加した世界陸上パリ大会では5個のメダルの獲得している。1958年に、スイスに生まれる。1978年に、 山岳事故において大麻費となり1980年から障害者スポーツを開始した。パラリンピックにおいては夏季と冬季合わせて15個の金メダルを獲得している。夏季パラリンピックには1984年のニューヨークアイレスベリー大会から2021年の東京大会までの全ての大会に参加している。冬季パラリンピックには 1984年から2006年にシットスキーのクロスカントリー競技に参加しており、1994年のリレハンメル大会ではバイアスロン競技にも参加している。大分国際シャイスマラソンでは、1990年の第10回大会で初優勝し、第13回大会から第22回大会までの10連勝を含む計14回の優勝をしている。 1999年の第19回大会で達成した世界記録は2021年現在破られていない。なお、ロードレース競技は続けるものの2009年8月28日を最後にトラック競技からは引退することを表明している。2016年のリオデジャネイロ大会後には同大会が最後のパラリンピックへの出場となるだろうと述べているが、 2021年の東京大会にも参加することになった。ハインツ・フライ、スイスペリリンペックビグロフィリザルトと、ハット・ハインツ・フライ、インターナショナルペリリンペックコミッティ第39回、大分国際シャイスマラソン記念誌、インタビュー障害者スポーツのレジェンド・ハインツ・フライ選手、大分県ホームページ、オグオゾアロトーン、ハインツ・フライ、イヒ・ヘト・ミア・アンデレス・ピール・ツーム・ワブシュラ・スグンスクと、 ニュース SRF ハットハインツフライ、イッヒビーウエーエム、ゼニートマイナーコリラエインジェラントテイジスジェスプラック、SRF。ありがとうございます。